こんにちは、北九です。今回は山彦エコー BCS510D バッテリーチェーンソーの説明を少ししていきたいと思います。以前ですね、撮影してて編集してアップするのを忘れてました。垂れ流し気味の動画になりますけど、最後までお付き合いのほどよろしくお願いします。山彦エコーバッテリートップハンドルチェーンソー。チャージャーから行くかな。よいしょ。行くな、バッティー。これが 1P バッテリーですね。で、こんな感じで。OK ですね。で、ワンモアキャンペーンなんで、バッテリーがもう一つつきます。バッテリーと充電器のことについて少し話していきたいと思います。バッテリーを充電している間、充電器はファンを回してバッテリーと充電器自体を冷やしてます。空冷がうまくいっていれば問題はないんですけど、換気が悪かったり空気の流れが悪かったりするとですね、温度が上がってですね、充電が途中でストップしてしまうこともあります。その時はバッテリーと充電器が冷えるのを待ち、涼しい場所で充電を再開してください。充電器の空気の流れを妨げないように、充電器の周りに物を置かないようにしてください。特に燃えるようなものはもう絶対置かないように注意してください。今回はサムライ仕様で販売します。サムライ仕様の販売はですね、ネット販売のみで対応します。よいしょ。でこんな感じですねになります。チェーンブレーキもついてます。ラップは脱落防止のシステムになってます。でそれで、ここがチェーンテンショナーでスプロケットですね。で、サムライのローキックバックのバーですね。9インチです。9インチっていうとですね、23センチになりますかね。装チェーンのコマ数は56コマですね。4分の1の 1.1 ミリゲージ で4分の1の 1.1 ミリゲージで56コマっていうと、スチールの 71PM3 のチェーンの56コマと互換性がありますが、取り付け可能になります。そのローキックバックのガイドバーにはですね、サムライのローキックバックバー9インチと11インチはスチールの25センチと30センチになります。スチール 71PM3 の56コマと64コマの装チェーンと互換性のあるものになります。逆に言うと、サムライの9インチと11インチにはスチールの 71PM3 の56か64がつくっていうことになります。他社製のチェーンソーでもスチールの装チェーンが使えるということになります。これで取り付け完了ですね。
チェンブレーキ。でこちらがオイルになります。シェンオイルはこういうタイプ、蓋が固く閉まっててもテコの原理で開けやすくなりますね。こういう感じになります。でこっちはきちんと取り付けと動くんで、もう外してしまいます。チェーンソーの方ちょっと説明してください。強力エコーのチェーンソーはですね、やまびこグループですから、ここにこういう、フィルターが入ってます。でこれフィルターなんかっていうとですね、ここから空気を吸って、モーターを冷やします。で木くずが出るんでですね、切削くずが出るんで、空気を吸うと中にやっぱりどうしてもゴミが入っていくんでですね、こういうフィルターがついてます。そのフィルターをこの方に見えない、こういう風に取り付けます。見えたかな。ここにカチッというまで刺します。でスイッチを入れます。スイッチを入れると緑色のランプがつきます。でここを見るとはい、今スロットルで調整できます。でチェーンブレーキをかけると緑色の LED が点滅します。解除するとですね、でスイッチテスト、スイッチオンはトリガーでですね、非常に簡単です。でここのスロットル周りはですね、セーフティーロックがもうここしか安全装置がついてないんでですね、常にこのチェーンブレーキの方を使うような感じで安全性を保ってください。でここでスイッチを入ってない状態ではトリガーを引いてもモーターは動きませんので。ただですね、チェーンの取り付けとか取り外しです、交換ですかね、そういう時はもう必ずバッテリーを外してから作業をするようにしてください。目立ての時ももう必ずこれをバッテリーを外すようにしてから目立てをするようにしてください。でこれぐらいですかね。でそしてあとですね、ここですかね、わかるかな、ここに、チェーンオイルの調整ネジがついてます。ここですかね、ここですね、チェーンオイル3段階ぐらいの調整になってます。もうそれぐらいですね。バッテリーっていうとエンジンのかけ方とかもそういうのの説明がないんで、すごく早いですね。ただバッテリーチェーンソーにも注意点があるんでですね、その辺は販売店とかそういうのによく聞いてくださいね。で、あとこれ結構面白いっていうか、使
使い勝手がいい引っ掛けですね。これはもう他の YouTuber の人とかでも説明してるんで、ここでは割愛します。で、これですね、サムライのバーチェーンですね。エコーの BCS510T はですね、このサムライのチェーンの方が切削スピードと、あとバッテリーの持ちはアップするかと思います。 25AP だとちょっときついものがあるかもしれません。ただ 25AP の場合はですね、汎用性のある総チェーンだし、ちょっと大きいんで耐久性もあるチェーンになりますね。やまびこでつく標準のガイドバーですね。これの重さ、でそれに取り付ける装チェーンの重さ、これになりますね。でそして総重量ですね、この重さになりますね。でこれにチェーンオイルが入りますね。でプラス、ゴミの重さですかね。よいしょ。ハスクは30センチやったの。35やった。35やろ。今35かね。当店では BCS510T チェーンソーに関してまだワンモアバッテリーキャンペーンをやってます。北九チェーンソーのネットショップ説明欄にリンクを貼っておきます。右側のですね、エコー 50V バッテリーやまびこって書いてあるところをクリックして、でそしてバッテリーチェーンソーをクリックしてもらうとですね、ワンモアキャンペーンっていうのが2種類あります。一つはメーカー純正のやつとですね、もう一つはサムライローキックバックバーを組み合わせたものです。で、ワンモアキャンペーンの場合はですね、ちょっと25センチのローラトップバーだけを用意してます。ワンモアキャンペーンにはですね。で、こっちのワンモアキャンペーンのサムライ仕様ですかね、サムライガイドバーを取り付けてる方はですね、こういう種類を用意してます。ただ18センチ、20センチ、23センチがですね、今ちょっと在庫がなくてですね、18センチの7インチはちょっとバー入ってきましたかね。ただ8インチの20センチと9インチの23センチはまだちょっと在庫がなくてですね、6月頃入ってくる予定です。バッテリーワンモアキャンペーンはかなりお得だと思います。税込み 26,400円のバッテリーがですね、一つついてくるっていうことになるんで、お得だと思います。バッテリー2個付きで、当店税込み価格が 76,700円。本体質量、ガイドバーチェーン、チェーンオイル満タンで約 3.2 キロ。この質量とこのパワーを考えると他にないです。できるだけ軽いバッテリーチェーンソーが欲しいっていう時はもうこの BCS510T しかないですかね。今回はここまでにします。今回も最後までお付き合いいただきありがとうございます。それではまた。さよなら、また見てね。チャンネル登録もしてね。してね。